じゃあさあ今回、はい、オープナーの話をまた、まあ、前回豊さんに日本ハムのショートスターターのねやってきましたねみたいな話、まあ、ショートスターターもあればオープナーを やりだしたところもあるし、はい、まあ DeNA なんかそうだよね。そうです、まさに三好を立てて、はい、まあ、いきなり初回に失点という、うん、慣れがあるよね先発って。そうですよね。ゲームの時ってさ、先発ピッチャーってね、はい、まあ一通りの自分の練習が終わったら早めに上がるんだよ。はい、で早めに上がってマッサージ受けるもんはちょっと受けて軽い食事をして、はい、でブルペンに何時に入るっていう、もうなんか分単位で決められてるというか、う自分の ルーティンがあるというか、あ、まあオープナーになるとさ、国吉なんかおそらく先発用のルーティンでやったんじゃないかと思うんだ。ああ、慣れないことを、慣れないことを、だからルーティンが崩れちゃってるんだよね、うん、そこで、はい、俺そこの失敗じゃないかなと思う。なるほど。だってさ、リリーフなんていうのはさ、はい、ブルペンに行くときにさ、はい、ベンチから連絡があって、はい、このランナーが出たら行くぞとか、はいはい、抑えて次左だったら左が行くからとかさ、はい、いろんなやり取りをしながら準備させてるわけよ、はい、え、次誰なのとか言って、やっぱピッチャー聞いてんだよ、うん、俺でいいのとか言って、はい、それでこう作り出すんだよね、はい、また一回作ってんだけど、はい、で、そういう状態から先発になってくるとやっぱ間が空くじゃない。そうですね、マウンド行くまで、はい、だからこの間が調子を崩してんじゃないかなと思う。おー、だって国吉の今年の状態であればさ、1イニングぐらい抑えれるだろうって思うよね普通、はい、だからオープナーで先発を任したんだと思うんだけど、そのルーティンをリリーフ用にやっぱちょっと考えなきゃいかんと思うんだよ。俺そこだと思うんだよ、リズムが崩れてるのは。日本ハムのショートの加藤、はい、ショートスタート、はい、加藤は先発慣れてんだよね、うん、でも3イニング以上投げさせたら失点率が高くなるから、お前3イニングだって。でもそれだったら先発の準備でいけばいいよね、うん、慣れてる分、慣れてるもあるし、うん、だからそこら辺をやっぱりよく考える。そうルーティーンを、ルーティーンが確かに。だって俺らだってさ、バッティングの順番、はい、大体3番目ぐらいだったの、はい、それなぜかというと向こうの練習が終わりました、ティーバッティングをする、はい、これトップだと途中アップを抜けてティーバッティングに入らなきゃいけない、はい、でもアップはきっちりしたかったから、はい、アップが終わって1番目が打ち出して俺らがこう準備を始める、はい、バッティングのそういうルーティーンが崩れるとやっぱ嫌だったもんね、うん、あビジター行った時は、はい、ホームの時は別にいいんだよ、うん、だけどあれ広島がマツダスタジアムでしょ、はい、だからそこら辺はねちょっと考えてあげた方がいいのかなと思って、まあどういう風な調整をしたっていうのは聞いてないけど、はい、俺は想像するとおそらくそういう風なことになってたんじゃないかなっていうような気がする。これからの課題っすよね、それは課題だね、うん、やることに対して否定はしないし、はいはい、でもより良い環境作りっていうのが大切かなって思う、これからね。だってさ、お前たち並びがこうでしょ、はい、そうです。逆にしたらすごくやりづらくない？めちゃくちゃ気持ち悪いです。気持ち悪いよね。だから多分そういうことなんだ。あ、だからどんな出方してもこういう並びで出ちゃえば別にどっちこたないでしょ。はい、そうっすね。じゃあただリズムがちょっと狂うかもかな、はい、これが逆にしたら全くリズムが取れなくなるでしょ。あ、もうそんな感じだと思うんだ俺は。景色もガラッと変わりますから、ね、変わるからね。ここだけの話ですけど、うん、だからそのぐらいやっぱりね繊細だということだよね。なるほど。だからそこら辺を考えてくれれば、はい、もう一度チャンスをあげてほしいな。うん、だからやっぱりこう試行錯誤していかないと、はい、例えば斎藤佑樹っていうピッチャーがいる、はい、やっぱスターだよね、はい、から甲子園の時、はい、このピッチャーを先発させるのはいいけど、はい、ただ長いイニングは持たない、うん、でもショートだったら使える、うん、オープナーだったら使える、はい、そうなってくると使える選手の幅が広がるというか、はい、だからそういう風にやっぱこう考えていってやるといいよね、うんうん、だから必要な選手になってくるわけだから、はい、そういう風に道を広げてあげる、うん、まあ、それがいいことだから、はい、だからその調整法だけね、まあ、考えてほしいなっていうふうに思います。まあ、いろいろ問題が出てくるところだろうね。はい、そうですね。でもそれを克服していいシステムにしていってほしいなっていうふうにね、はい、頑張ってください。頑張ってください。